ごいわね。へえ、そっかそっか。動物の話全然面白くない。毎日毎日お家のない話ばっかり。うん、いや、ちょっと動物たち集合。あの、支店長、好きです、付き合ってください。あー、言っちゃった。はい、みんなざわざわしない、殺されちゃうよ。またその話、他の男と話してたって。いや、だからそれはさ、しょうがないじゃん。監督が選手交代したいって言うから、中継ぎのピッチャー出したいって言うから。私は主人と娘の3人家族で専業主婦をしております。依存症になったのは娘が中学に上がった頃からで。一つ聞いてもええ？もしかしてアイプチした？今日うち親いないんだ。よかったらうち来る？あ、なにやらしい顔して、もうたっちゃんのエッチ。お父さん、幹事長にバレたの。あなたと私の関係、あなたは野党、私は与党、決して結ばれちゃいけなかった。一度村長に、もうあの祠に近づいてはいけない、そう言われたけど、私はパプーを放っていくことができなかった。それにパプーは化け物なんてことは全然なかった。ケンタとシュージと葵、私たちは放課後野球をするのが日課だった。高3の春、初めて二人と出会ったのもこの土手だった。この友情がいつまでも続いていく、私はそう信じて疑わなかった。